皆さんこんにちは、ワンダリクルビジです。では今回は、信長の野望大失敗プキット、徳川家康編、続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、三好との戦い、これに一度敗れた後に再戦という形で、再び三好と決戦に及び、二条城を奪取、畿内にも勢力を伸ばすことができました。敵勢力としてはですね、まあ、筒井順慶、もちろん宿敵本願寺、さらに三好と、まだまだね、敵対勢力が多いんですが、一方で、細川、まあ、藤高ですね。このあたりとはしっかりいい関係結べているので、このまま継続して、畿内の制圧を進めていきたいと思います。が、一度、三好とは和睦の状態にありますので、和睦が明けるまでの間にですね、まずは戦力、国力、これをね、整えていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。でここで北条ですが、北条が上杉と敵対するようですね。まあ、武田と上杉なんですけども、まあ、ここがやや上杉が押しているなという状況で、武田がやばいかなと思ってたんですけども、北条が、これ、武田側につく。まあ、つまり、謙信と敵対するってなると、またちょっと変わってきそうですね。注目していきたいと思います。さて、筒井から交渉来てますね。前回は、筒井は、三好に味方して、この徳川軍と決戦に及びましたよね。その筒井が、心中の申し入れをしてきています。承諾しましょう。筒井順慶を、心中させました。まあ、現在、三好とは、停戦中、和睦中なんですけども、これ、停戦明けたらすぐに攻略戦仕掛けていきたいですよね。というのもですね、現状、今、三好は、長宗我部と戦闘になっています。なので、まあ、畿内の守りが手薄になっている現状があるので、これ、この機を逃さずに一気にですね、畿内一円に展開している、三好の城、有岡、岸和田、高槻、この辺りの城は全部取りたいですよね。報告いたします。さて、三好軍が長宗我部と戦端を開いているこの隙にですね、まあ、畿内で言うと、どうだろう、岸和田、有岡、高槻、まあ、それぞれ兵が2000、4000、4000と入っているので、まあ、決して緩い城ではないと思うんですけども、まずはじわりじわりと、城をね、攻めていきたいと思いますので、戦線を布告していきまーす。三好に対して、まずは一気に、畿内から、追い落としをかけていきたいと思います。川武士の誇り、見せるは今ぞ。別所は相変わらず三好に味方するよね。わしが力になろう。ただ、こちらに味方してくれる大名、かなり多くなってますよね。ご覧のように。筒井。これが新たに加わっているほか、細川、松永、畑野、赤松、石木、あとは畠山、こういったところに加えて、従来から支援してくれている武田、織田というところでね、だいぶこちらが有利に戦えるんじゃないかなというふうに期待はね、しています。では早速、高槻城、あるいは有岡城、さらには岸和田城とありますが、どっから攻めていくかだな。高槻で戦った場合、黒田勘兵衛と決戦に及ぶわけだな。高槻城で勘兵衛軍を完全に撃破することができれば大きいですよね。これは高槻城に攻め込みましょう。細川藤高に援軍を要請します。さらに筒井順慶、ここもね、左近要請しましょう。さあ、では編成整えました。合計38,700用意してあります。まずは、家康自ら出陣。そして、東国武将、忠勝。さらに、筒井家からは、左近。そして、細川家からは、藤高自ら出陣させています。その他強いところで言えば、蒲生氏郷。まあ、兵数2100ですが、期待をしています。では、これで出陣していきましょう。まあ、兵力が大きいので、
兵糧の消耗が少しね激しくなってしまうかなと思うんですけども、その点に関してはこの後9月になれば兵糧が入ってきますので、そこまで持ちこたえます。高槻城を取って、さらに岸和田有岡と、3つの城もね全部かすめ取って、その後なんとか三好をね、この本州から追い落としていきたいなというふうに思っています。ここは長宗我部軍と三好軍だな、どっちで勝つか。長宗我部が勝利。まあ確かにね、この信長の野望大使はですね、長宗我部が強くなる傾向あるんですよね。今までの信長の野望だと、まあ、どちらかというと長宗我部は滅ぼされる側だったんですけど、今回この大使に関して言うと長宗我部が大きくなる傾向が強いですね。では決戦に及びます。何？戦場が狭くなってる。大きいところで戦う予定だったんだけどな。これは誤算だったな。定数13,500、13,500ずつか。ちょっと心配な点は残っちゃったかな。さて、どう戦うかですよね。こうなってくるとね。まあ、まずは罠をしっかり設置して敵を引きつけましょう。さあ、では、陣形の変更と、あとは、施設の設置を行いました。できるだけまず敵を引きつけてですね、前火、あるいは陣太鼓、オード近辺で戦おうという作戦ですね。まあ、無理はせずにというところです。鉄砲隊の数があまり揃っていないんですけど、ま、ここは、ま、左近だったり、藤高だったりっていう強力な部隊揃ってますからね。前火の中に敵を、おびき寄せて、そこで攻撃を仕掛けていきます。さあ、鉄砲隊による攻撃始まっています。前火にハマってくれましたね。おとり蝶は使ってきたな。ってことは、こちらの右翼が全員引きずられるな。しかも足の速い騎馬隊に引きずられる形になる。となれば、左近と、忠勝で、ちょっと支えましょう。家康の本陣が強襲されないようにね、気をつけたいと思います。敵の本陣の場所はまだ発見できず。敵の本陣、ここに官兵衛がいるのを確認しましたね。そしたらちょっと部隊を動かしていきましょう。こちらも。いや、氏里が早く参られた。ちょっと早かったな、やられるのが。東国武装を使っちゃいます。これで一気に形勢を逆転しに行きましょう。官兵衛がむちゃくちゃ強いのは間違いないというのはあるものの、こちらの右翼がしっかり支えてくれればまだまだ逆転のチャンスはあるかなと思いますね。ちょっと思惑と違う形で混戦状態になってしまっているところあるので、なんとかここ打開しないと損害が広がってしまいそうですね。さあ、うまく官兵衛を釣り出すことができたので、これなんとかとどめさしたいところですよね。官兵衛で直虎が壊滅。さて、うまい具合に官兵衛の部隊を釣り出すことができたので、一旦全部隊、官兵衛狙いに切り替えましょう。さらに、鬼左近も使います。鬼左近の戦、その身で味わうがよい。全部隊で今、官兵衛の方に集中攻撃を浴びせていきます。
さあ、ちょっと家康の本陣が狙われてしまっているので、家康が敗れ去らないように気をつけます。囲まれちゃってますからね。みんな家康を狙ってきてんだ。これ家康がやられるのが先か、官兵衛を倒すのが先かというところでしたが、官兵衛を撃破しています。まあ、損害がだいぶ広がってしまいましたが、かろうじて勝利ですね。まあ、完勝とは言い難いところではありますが、まあ、一つ二つと城は取れるところで取っていきたいと思います。まずは高槻城ですかね。高槻城はダッシュ。このまま、そうだな、できれば有岡城までは取ってしまいたいかな。有岡城もダッシュ完了。このままの勢いでまずは岸和田城も取ってしまいます。行くぞ。本願寺と武田が敵対しましたね。これ以前はですね、本願寺と武田の関係が良すぎてですね、本願寺に戦線を布告すると武田が離反してしまう、武田との同盟が壊れてしまうという関係だったんですけども、これ逆に本願寺と武田がぶつかり合うのであれば、もちろん武田について本願寺を倒す絶好の好機到来と言えますね。今ご覧いただいているのは岸和田城の攻略戦です。一色と浅井か、ここどっちにつくか。まあ、一色とは同盟関係にありますので、必然的に一色につくことになります。助立ちいたす。片付けない。岸和田城の攻略完了しています。少し情勢が変わってきてますので、確認をしておきましょう。この後の、徳川家の動きですね。まずは北条の包囲網が一つ完成している。まあ、これはね、念頭に置きつつ、武田は本願寺を攻めていますよね今ね。このまま本願寺、能登にいる本願寺二つの城、これを武田が取ってくれたら御の字。で、我々はというと、一旦畿内にいた三好勢は追い落として、このままおそらく三好は長宗我部にやられるんじゃないかなと想像できますよね。で、続いて浅井なんですけども、これが同盟国である一色に対して戦線を布告、攻撃を仕掛けている状況ありますので、一度我々は兵を引いて浅井討伐に入りましょう。今これどうだろうな、浅井家は兵を集結させて武部山城に攻略戦を仕掛けに向かっているところだと思いますので、沢山、小谷、清水山、野地瀬山、このあたりが兵力としては少し小さくなってるんじゃないかなと思うんですよね。なので、これはこの好機を見逃さずに、しっかりと浅井家を滅ぼしにかかりましょう。では、その様子は次回お届けするとして、今回はここまでにさせていただきたいと思います。